とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はナイトメアモッドをやっていきたいと思います。装備はもちろんこれ。機械化装ブレードの重力、シナジー、ダイナモ、リフレッシュですね。アーティファクトが今回は、羽、釣り竿、羽。これでやっていきたいと思います。まあ、機動力がね、結構上がるので、どうなんでしょうか。ナイトメア、行ってみます。それでは、行きますね。ちょっとやってみましたけども、羽二つは、無理です。ここはね、ナイトメアは、エリクサーのカバンか。あれがないと、死ぬ。どうしても死にます。なので、羽をエリクサーのカバンに変えました。で、あと、あれだ。弓を無限がついてるやつじゃないと、無理。あ、マジか！回転回！バップね。これ無限がないとね、どうしても矢が不足してしまうので、無限は重要です。バーストオーソリングもね、いいかなと思うんだけど、やっぱり、こういうビルドをやるのであれば、一番重要なのは、もう何がなくても無限。とにかく無限が、重要だね。で、敵はね、ダイナモを7ぐらい溜まってれば、全然難なく倒せる。囲まれた感じになると、10ぐらい欲しいけどね。囲まれてなかったら、全然7ぐらいで倒していけますね。よし、OK。まあ、とにかく、遠距離系に超重、危ねえ。要注意しながら、行きたいと思います。危ねえ。遠距離系が来るとね、どうしても死んでしまう。ナイス！矢筒マジで嬉しい。行きましょう。じゃあ、遠距離いないね。いないな。遠距離がいないかどうかはね、ほんとチェックしていかないと、死にます。待てよ。できれば、こういう行ってないところは、影のブリューを使って、行きたいところ。おーしちゃ、OK！とりあえず最初のチェックポイント、来ました。ここはね、必ず、いるんだよなぁ。いるのよ。どうするかなぁ。まあまあまあ、普通に考えると、影のブリを使って、突っ込む感じだよね。よっしゃ！ OK！ よっしゃ、来い。こっちも、まあ、ちょっと待って、足りるか、足りる足りる。危ねえ。オッケー、ナイス。影のブリュー出てくれた。ありがとう。影のブリューがないと本当にここ無理。こうやってこう、オッケー。危ねえ、危ねえ。ギリポーションバリアが間に合った。よし、来い。とりあえず、近距離系を倒していく。足りるか、足りる。危ねえ。ほい、近距離のやつ。よし、 OK。 いいよいいよ。ここだな。よっしゃ、ナイス。あー、危ねえ。ちょっと待って。わー、ダメだ。ポーションバリアがもう意味をなさないからね。くそー、難しいよ。で、ここ次のチェックポイントがね、また難しいんだ。 OK、 OK。 よっしゃ、あぶね。 OK、 いいよ。とにかく遠距離。うわー、油断してるとこれだ。おー、オッケー。もう死なないよ。もう死なずに行こう。油断せずにね。やば、あぶねえ、あぶねえ。
これ無視していくっていう方法もね、まあまああるにはあるんだけども、極力ならもう減らしていきたいところよね。はい、来い。はい、もう一体。はい、倒した。よし。クリーパーいるっしょ。下は、大丈夫ね。行くぞ。もうね、遠距離いなければもうほんと大丈夫。OK。遠距離いません。あー、もう最悪だ。いけ。まあ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 、トロッコに引かれたところで HP はすぐ回復するから OK。 次どんなところ、ちょっと待って、ダイナモ貯めて。 OK。 さあ行くぞ。うんうん、比較的ねここは遠距離系が少ないんで、まあ、やりやすくてよかったわ。うん、やりやすくてよかった。で、影のブリューの時間がもう見えなくなってる。おい、すごいな。ちょっと待って。大変ついてる。最悪だわ。でも、乗り切った。さすがポーションバリア。2発、3発はなんとか耐えれるね。いけ。え、何？なんで？なんで今攻撃当たんなかった？なんか段差かなんかにいたか？うわー、これ厳しくなってきたー。厳しくなってきたよ。おいおいおい、すっげえな、ここ。よっしゃ、乗り切ったー。遠距離来なければいけんのよ。遠距離なければいける。よし、オッケー。あぶねえ。なんか爆発しそうで怖い。はいはいはい、ついたついた。あ、でレッドストーンゴーレムもいんのね。どこにいんの。もう先倒しときたい。おい、ちょっと待て、やめろ。あぶねえ。できるならばもうミス、よし、密着してスタートしたよ。おいおいおい、マジか。おぶねー、ダイナモが足りてなかった。危なかった。でもまあまあ倒したからよしとしましょう。一発受けてもすぐ回復するからなんとかなったね。いけ。なー、ここに来ました。うわあ、戻ってきました。第2のチェックポイント。デスバーターもちょっと今切れたんすよね。あれ、敵はいないな。いや、いるいる、敵はいるんだ。ちょっと待って、危ねえ。とにかくかなり注意していけば、まあ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 いけるんで、ちょっと注意していきましょうか。あのね、遠距離がいなければ基本いけるからね。とにかく遠距離を潰していきましょう。で、俺ね、さっきさ、あのね、無謀の方をつけてたのかもしれない。うん、なんかね、あの無謀の方の装備俺つけてなかった？なんかそんな気がしたんすけどね。あっ、ぶね、倒せる。お、倒せたな。よし、オッケー。ちょっと待って、これでいきましょう。嫌なやつだな。オッケー。ああ、消えた。最悪、消えないでくれ。よし、もうとにかくこれよ。影のブリューでなんとかやる。よし、オッケー。あ、遠距離がいるな。あいつ貫通できれば、よっしゃ、いけた。待て待て、おっしゃ、危ねえ。いけた。え、あと1体か。よっしゃー、ちょっ
ちょっと待って、敵に見つからないうちに行きましょう。あー、いるね。ナイス。ちょっと待って、まあ一応できるだけ倒していきたいからね。よっしゃ、オッケー、オッケーオッケーオッケー。であと不意にね死なないようにしときましょうよ。オッケー、あ、いいよ。もう少しか。で、レッドストーンゴーレムはもうさっき倒したんで大丈夫です。 OK、 ナイス、いいよ。危ねえ。ちょっと待って、遠距離系多いって。遠距離が多い。ちょっと待って、よっしゃ、とりあえず倒せ、とりあえず倒せ。 OK、 やっば、危ねえ。ちょっと待って、死ぬ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 。ちょっと待って、大丈夫か。ポーションバリア使っとけ。ちょっと待って、ダイナモが、ダイナモがいける。ちょっと待って、エボーか、こっち来い。お前やっ、あーあああああ、もうちょっと待って、ダイナモがね、溜まりきってないのよ、火力不足。やべ、8だぞ、一応8まで溜まってんのよ。もうちょっと火力出してくれ。よし、オッケー、いけた。ちょっと待って、ああ、キャプテン倒したいね、一体ぐらいはさ。脅威だったら取ろう。いや、もうむしろ取っていいか、取ってクリアしちゃおっか。嫌な場所だな。 OK、 いける。ポーションバリア効いてればちょっとは耐えれるはず。ナイス。どれ、神秘か、取れ。モブ速度 20%、 OK、 それぐらいならいける。で、あー、そっちにいるんかい。もう貫通してやる、単体ね。 OK、 マジで逃げやがったこいつ、俺の重力から。ちょっと無理か。ちょっと待って、ギリギリまでダイナモ貯めていきましょう。こんぐらい貯まりゃいけるやろ。いけ、ナイス。ああ、旗落ちてった。戻ってこい。え、旗が落ちていくよ。おい、ちょっと待って、旗旗旗、ああ取った取った、脅威だ。おお、取れた、よかった。よし、ではあとはもうボスかな。うん、ちょっと、はい、とりあえずクリーパーなんかしよう。クリーパーを、やばい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 、ちょっと待って、よくない、ここ全然よくない。ちょっと影のブリュー、もう段差段差。 OK、ダイナモ10だよ、一応。無理、逃げろ。あー、危ねえ。なんとかしてえな、こいつらを。なんとかやりたいな。こっちから行くか。 OK、 いけるっしょ。 OK、 うーん、もう逃げるなって、鬱陶しい、この遠距離のやつらが。でも絶対倒す。 OK、 いけた。で、ボスですね。いけましたわ。はいはいはい、
と待って、ダイナモ切れてる。最悪。ダイナモ切れとるわ。ちょっと待って。よし、ちょっと待てよ。待てよ。いけ。倒せない？ちょっと待ってね。これはさ、ドラがいるか。待て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 。死ぬ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 。ドラが必要な気がする。ああ最後に、戦うときにさ、ドラをつけていけば、勝てたんじゃないかな。もう扉が開いたんで、あと3体倒せばゴールだったんだけどね。はい。ということで、惜しい感じでしたね。またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。